明治時代から昭和時代初期にかけ、米回船と海運業を手掛け、佐賀財閥と称された深川家。その深川家が創設した深川造船所を写した写真が、ここ佐賀市の大隈記念館で見つかりました。深川造船所は明治時代から大正時代末期にかけ、現在の福岡県大川市若津の筑後川沿いにありました。第一次世界大戦による船舶需要を受け、大きく栄えました。今回、佐賀市の大隈記念館で見つかった深川造船所の写真は4枚。大川市の近代遺産を研究している大川未来塾理事の本間雄二さんが、大隈重信の蔵書印が押された写真帳から見つけました。一時期大きく栄えた深川造船所でしたが、創業家の深川家とともに金融恐慌などの煽りを受け解体。このため深川造船所を伝える資料は散逸しました。写真資料は極めて少ないそうです。今回見つかった写真は明治時代末期の明治40年代前半に筑後川に浮かべた船の上から深川造船所の全景を撮影しています。大川未来塾理事の本間雄二さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。本間さん、この度ですね、この深川造船所の全景が見つかったということで、本当に大変貴重なものが見つかったということなんですけれども、そのいきさつなどを教えていただけますか。はい、昨年の11月にですね、こちらの大隈重信記念館の学芸員の近藤さんにちょっとお話をしたことがありまして、はい、その近藤さんが、私の話の中で大隈重信と深川造船所の関係をかなり私が話したもんですから、どうも記念館の方に深川造船所の写真がありますよということでですね、資料が全部集まってる佐賀城本丸歴史館の方にご連絡されたんです。で、私がたまたまその時にですね、その何日か後に本丸歴史館の方に写真を見に行ったんですね。ちゃんと許可を取って、でそちらの学芸員の江口さんの方から、記念館の方にもちょっと写真があるというふうな連絡が入っておりますよと聞きましたので、早速近藤さん知ってますのでこちらにお伺いして写真を、はい、見せていただいたというのがいきさつですね。4枚の全景なんですけれども、大隈重信の蔵書印が押されているということなんですけれども、はいはい、やはりその大隈重信とは深い関わりがあったんですね。今までなかなか研究はそこまで行ってませんでね、はい、大隈重信と、まあ、佐賀財閥の一番のこの深川造船所の関係がなかなか指摘する文献とか指摘する方がなかったんですけども、はい、私はいろいろ調べましてね、かなりそこら辺が明確に分かってきたもんですから、まあ、そういった流れが出てきたんじゃないかなと思ってます。はい、本間さん、こちらの4枚の貴重な写真なんですけれども、この写真から何が見て撮れるんでしょうか。今佐賀県佐賀市で、やっとられる世界遺産に向けての三重津海軍所ですね。はい、あそこで、近代化産業遺産群の種がまかれて、はい、実はこの大川若津で、それが花開いたというのが一番大きなポイントじゃなかったろうかと思います。で、特に今まではなかなか資料もないしということでですね、この中のこの貴重な写真の中からいろんなことが読み取れるんじゃないかなというふうに思います。はい、でまず上流の方がですね、はい、深川造船所の前身である深川米商店の最初の創業期の景色がここにあります。はい、深川別邸とですね、はい、それと深川商店の蔵、米蔵ですね、それと精米所、その煙突、はい、まあ、これが初期の
深川商店の流れが分かります。それから徐々に発展して、最後は深川造船所になっていくわけですけども、まあ、その規模も分かるし、荷物を上げた大型クレーム映ってるし、そうでほんですね。貴重なのはあそこにある仙台ドック、それから宇城ドック、この位置関係がはっきり分かったということ。それともう一つ大事なのはですね、円形になりますけども、大川の実業家がですね作った水間銀行の本店、それからあまり知られてませんけども、一番下流の方に薄く映ってますけども、九州セメントという明治の、これも明治期の産業遺産群ですよね。まあ、それまで一堂に分かる写真を今まで見たことがなかったので、非常に貴重な、大変明治の近代化産業群としては素晴らしい写真のセットだなというふうに感じそうてでますね、す。貴重な写真が見つかったんですね。